皆さん、こんにちは。SEK 現役トレーダーの遠藤です。ただいま、ランチタイム中、5場寄りまで、あと残り5分ちょっとというところになります。今、12時24分。まもなく25分となります。今日は全場デイトレ生配信がありました。価値株の会員の皆様、100%利益確定おめでとうございました。まあ、損、勝、利、大の思考で考えながら、利、大の方はそれほど多くありませんでしたけれどもね、しっかりと全員が利確ということで、トレードされた方皆さん、利益確定おめでとうございます。そして、今度5番ですね、私の方でもトレード実践、タイミングがあればですね、やっていくということで、今取っております。なお、デイトレ専用注目銘柄皆さん、もらっていますでしょうか？受け取っていますでしょうかね？もし、翌日用のデイトレ専用注目銘柄を受け取っていないという方がいらっしゃいましたら、この YouTube の下に概要欄ありますのでね、こちらクリックしていただいて、受け取ってください。無料でお配りしているものになりますので、今日動画初めてご覧になった方、まだ受け取ってないという方いましたら、ぜひご登録いただいて受け取ってください。そして皆さんのデイトレードもプラスにしていただきたいと思います。で、今日の注目銘柄で、まあ、利益確定、皆さん、取れたということで、5番はガラッとですね、変えていきたいと思います。今日の注目銘柄で言うと、まあ、スクエニですね、しっかりと前場、空売りで取れて、今、約3%ということですね、マイナス3%で着地。5番寄りで見ると、一気に銘柄を今日変えてみました。まあ、スターティアですとか、あとはフォスター電機、あとはリクルート、山一電機、住友林業。これは住友林業は朝出した銘柄ですね。これ面白そうですね。ということで、名前を挙げた銘柄になります。あとは電材ですね。6855日本電子材料。昨日ストップ高となります。で、他にですね、今5倍より前ランキング、あと4分になりますけれども、ランキング見ると、フォーラムエンジニアリングありますね。852円、全日経に対しても935円。でも、ギャップ。ちょっと小さなギャップかなという感じですね。あとは JSI、データホライズン。出来高がそもそも少ないですよね。ヒューマンテクノロジーが13万株あって、約60円高でスタートも1分が汚いですね。で、まあ、決算表、私昨日の決算表が多いですが、まあ、出来高そもそも少ないものを除くと、エクサウィザーズ、どうですかね。10円だと意味がないですね。ペルセウスプロテオミクスは板が低位株で動かない。汚い銘柄。日機装、どうですかね。1231円、全引き、今1260円。あ、でもまあギャップではないですね。日足のローソク足の中を推移している段階。絆などを見ていくと、T&D ですね。日経採用銘柄。2438円、全引きに対して今2489円。大きく上げる。まあ、60円ほど上げる。また動きましたね。でも2500。今日の上引けの中なので、まあ、ギャップというほどでもない。あとは、アサヒインテック2430円で2453。あまり窓が少ない。いいのがないですね。5倍より大きく上げている銘柄もそんなにない。あ、レジル。直近 IPO ですよね。これも全然少ないですね。あとは、堀場製作所日経500採用。13,360円に対して今13,530円。まあ、ギャップではないですよね。まあ、今日の枠ないでしょうか。今日13,460円。あ、ちょっと上げてのスタート。わずかに上げてのスタート。ということは、5倍寄りで今、値上がりランキング見ましたが、ないです。ということで、今日は、そうしますと5倍はですね、まあ、新規一点、これらの銘柄で見ていきますが、一個一個見ていきましょう。残り1分切りました。スターティア。1956円。売り買い圧力差。拮抗ですよね。スターティア。ちょっとやりにくい。あと、フォスター電機。圧力差は良い状態。53デッド。あとは、リクルート。オーバーアンダー3倍。あと、山16941の買い戦略。これも53デッド。時間かかる。住友林業は、あ、良さそうですね。まもなく寄ります。で、寄って成りで入ることはありませんので、住友林業、スターティア、あとは電子材料、拮抗ですね。あとスクエニの空売り再び。
はないですね。じゃあ、これでいきましょう。さあ、今、12時半になりました。住友人形、タイミングが合えば入っていきたいと思います。前場の高値、これが10時10分につけました、6016円。まあ、必ずその6016円を突破しなければいけないというわけでは全くもってありません。で、株数を 注文ですね。まだまだ、もうちょっと時間がかかりますので、見ていきましょう。で、その間に他の銘柄も見ていきます。スタートはプラス23%。今日のストップ高1093円。スタートはまだ今日つけてないですもんね、ストップ。リクルート。圧力差全然ですよね。あと、山一。まだですね。フォスター電機も同様ですね。もうちょっとですね。もう少し時間かかるかなと、スターティア同様見ていきましょう。スクエニの空売りは、圧力差まだ。電池材料。これもまだですね。拮抗ですが、売りが強い状態となります。まあ、今見ているのが、住友林業の買い戦略ということで見ていきます。で、時点で、フォスター電機の買い戦略、スターティアの買い戦略。まあ、今日高じゃないので、行きましょうか。ちょっと今日はなんかイレギュラーなことが多いかもしれませんけれども、まあ、一応通常通り、5番リセットして見ていくということで臨んでおります。まあ、デイトレ、有望銘柄ですね。専用銘柄、全場でもう使い果たしたという感じかもしれませんが、まあ、救いには良かったですね。あと他の2銘柄もですね、利確ということで、ちょっと含み益が出たけれども、トータルで見ると、まあ、空売りでやって、買い戻されたところでの利確なので、利益が大きくはありませんでしたけども、それでも100%利確はナイスですよね。さあ、フォスター電機も良くなりつつあります。スターティアはまだですね。スターティアはまだ。ですので、フォスター電機か、地点、住友林業、フォスター電機、スターティアといったところでしょうか。で、他はリクルート電材スクエニはないですね。あと、山一もないですね。で、今、注文画面を出しております。5番のスラストアップということで見ていきます。今、注文画面下にですね、モニター7台のうちの真ん中の画面に今入れております。あと、ボタンを押すだけですね。あ、今、抜けたんですね。失礼しました。6016じゃなくて6011でしたね。待機中でしたが、ちょっと入りませんでした。次を狙っていきます。その間にフォスター電機が来ればですね、フォスターも狙っていきますが、まだ確定ではありません。フォスターちょっと待機です。住友林業、もしですね、ここで入っていたら、ロスカット。もう即ロスカットします。で、すぐ次になります。で、ロスカットは恥ずかしいことでありませんのでね、私も何回もやりますよ。何回も何十回も、もう何百、何千回と ロスカットしてきております。で、勝率が悪くても、損1、利2で取れますのでね。まあ、損1対利5になることもありますし、損1対利10になることもあります。住友林業は次のタイミングを待っていきます。で、その間にフォスター電機が来れば、フォスター電機で狙っていきます。まもなく次のローソク足が現れますね。5、まあ、3は出ました。5が次ですね。で、スターティア。今日のストップ高1993円になりますので、ちょっと今の板の状態から見るとですね、距離がちっちゃいですね。まあ、つまり、ハイリスクローリターンなので、スターティアちょっと外しますね。今日どんなに行っても1993までなんですよ。1993円までなんですよ。なのでやめちゃいますね。まあ、わざわざそのために数ティック取る。8ティックとか、7ティックのためだけにやるのもったいないですから。我々もっと上、もっと高みというんでしょうかね。もっと上を狙っていきますので。取れるときにはしっかりと。その代わりロスカット早くということになります。ちょっと来ないですね。次のスミリンが来るか。で、6794。で、フォスター電機、いい形になってきました。今、リグイン押されていますので、これも同様ですね。次のタイミングを待っていきます。住友林業1911、買い。6794、フォスター電機の買いとなります。で、さっきの外したスターティアは結局これだけなんですよね。取れたとしても。で、板も薄いじゃないですか。まあ、これが5桁から6桁、万株から何十万株であれば、例えば5000株入って、抜くですとか、まあ、2000万円分入って抜く、3000万円分入って抜くのは全然ありですよ。で、住友林業をまた次のタイミングを狙っていきます。一旦ちょっとクロス、こう、もうちょっと揉み合うか、
クロスしてほしい。その後を狙いたいですね。フォスター電機も同様ですね。まあ、住友林業、フォスター電機引き続き見ておくのはありですね。で、リクルートはタイミングありません。電子材料もポイントありません。そうですね。スクエニもポイントありません。スクエニは今、買い戻されていますので、スクエニも外しましょう。スターティア同様外します。あと、山一電機。昨日から見ていたスクエニはもう外しております。山一がちょっと動きが鈍いですね。5番。もう4本でつけていますので、これも外します。動きがないので外します。そうすると、住友林業、フォスター電機、リクルートの買いと、電材の買いですよね。この4銘柄、5番を追いかけていくということになります。このように、銘柄を選定、取捨選択しながら臨んでいくと、良い結果、損失をもう出たら即切る。そして、利益は伸ばすようにしていただくと、まあ、結果ですね。銘柄によっては、ストップ高近くまで、もしくはストップ高まで、含み益が伸びていくケースもありますので、欲をとにかく出さずにトレード、臨んでいただければと思います。ちょっと皆さんの前でですね、住友林業の買いとフォスター電機の買い、これがまだポイントありませんので、まあ、次を狙っていきます。まあ、その続きは、まあ、お楽しみにということで、今日の動画この辺までとさせていただきます。ちょっとでも参考になったという方はぜひいいねボタン押してください。まあ、5倍より後のトレード。まあ、実践ということで、まあ、注文画面も出していたんですけども、ちょっとポイントなかったので、やりませんでした。まあ、一個、隅にはちょっと逃しちゃったので、入りませんでした。次の NG を狙っていくということになります。また、チャンネル登録を行っていないという方はチャンネル登録を行ってください。あと、デイトレ専用注目銘柄ですね。我々が毎日皆さんにお送りしている注目銘柄、デイトレ専用です。受け取っていないという方がもしいたら、ぜひ受け取ってください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。では明日もデイトレード戦っていきましょう。失礼します。